はい、どうもこんにちは、みぐです。本日の動画は便利グッズ5選、ぜひ最後までご視聴ください。それでは早速スタート。はい、ということで今回は、ジャンルはバラバラなんですけれども、便利グッズを5つ紹介したいと思います。実際に活用しながら紹介していきます。1点目がこちら、つけたまま持ち運べるノート PC スタンドです。はい、実際に開けてみるとね、こんな感じで後ろをねペタッとパソコンに貼り付けてスタンドとして使えるというものです。で、こちらカラーがスペースグレーとシルバーとミルキーホワイトがあって、私はミルキーホワイトを購入しました。早速パソコンの裏に貼りました。2段階角度調整により、ご自身に合った角度で使用することができます。タイピングやウェブ会議中に画面の位置を上げることにより適切な姿勢を保つことができます。薄さ 3mm、 重さ 110g という極薄超軽量タイプなので、ノートパソコンに貼り付けたまま持ち運びいただけます。スタンドを立てることで空間を作り出し、熱を逃すことが可能です。ちなみに普段は前紹介したこちらのスタンドを使っています。こっちの方がね、高く調整できます。ただね、移動だったりとか外出の時は先ほどのスタンドの方が便利です。こうつけたままね、これに乗せることもできます。2点目に紹介するのがこちらの車用ゴミ箱です。私が買ったショップさんではカラー3種類でブラック、ブラウン、ベージュでブラックを選びました。こんな感じでマグネットでね、くっつくようなタイプのものになっています。で、ちょっと分かりにくいんですけど、ここに LED ライトもついているので、夜だったりとか暗い車内でもね、見ることができます。サイズは 29.5cm×27cm だそうです。こちらは防水仕様で、こうね、素材が高級感があるね、レザー調の素材になっています。で、ここはね、引っ掛けて使うだけっていうものですね。ダストボックスとして使ってもいいし、ちょっと車に置いておきたい携帯コードだったりとか、ウェイトティッシュとか、そういうのをね、保管するのにも使えます。早速シートのポケットに取り付けてみました。ちょっと傷つけるかもしれないんで、その辺気をつけて取り付けてみてください。そしてこちら袋をね、4点留めれるようになってます。しっかりとね、固定できるので、これかなりいいなと思いました。結構お手頃価格なので、楽天マラソン買い回りの時なんかにもおすすめな商品です。次に紹介するのがこちらの PP パン袋っていうので、こちらは11号サイズになります。100枚入りが3袋で、私が買ったショップさんは、送料無料の1000円でした。食パンの袋ってなんか匂いが漏れにくいっていうのを見て買ってみました。いつもはこのボスのね、防臭ゴミ袋っていうのかな、これをね、使って匂いがある生ゴミだったりとかペットシーツのゴミ捨てに使っているんですけど、これが SS サイズ200枚で送料無料1500円なので、こっちのがね、3袋300枚なのでコスパいいかなと思って選びました。サイズ感はこの今回買った袋がこんぐらいで、ボスの SS サイズがこれぐらいなので、ボスの多分 S サイズぐらいの大きさだと思います。これだとね、結構小さめなので、生ゴミとか入れてね、こう結ぶとき結構大変なので、今これ使ってるんですけど、すごいね、使いやすいサイズ感です。実際に最近ずっと使ってるんですけど、匂い漏れも気にならないので、これからね、暑くなってくるので、生ゴミ処理とかにね、すごい使えると思います。ペットシーツワイドを入れてもかなり余裕がある感じですね。ボスの SS サイズだと結構ギリギリです。もうこれは本当リピート確定の商品です。はい、次に紹介するのがこちらの奥装のステンレスマグネットメジャースプーンです。4本入りです。こちらが大さじですね、そして小さじ、それから小さじ1/2と
小さじ4分の1がセットになっています。ここにねマグネットがついているので、こう4本ねまとめて収納することができます。グリップも濡れた手でも滑りにくいような感じになっていて、すごい持ちやすいし、ステンレス製なので長く愛用できるかなと思ってます。換気扇にマグネットがこうつけれるので、洗った後パッと戻したり、使いたい時はサッと取れるので、これ本当にね便利な商品だなと思いました。オクソーってね本当いい商品多いですよね。次に紹介するのがこちらの多機能串焼きグリルというものです。開封していきます。はい、開けてみるとこんな感じで、メインカラーはアイボリーですね。そしてサブカラーはゴールド、カッパー、ブラックになっています。こちら本体で、こちらプレート、付属品が焼き用の網、そしてハケがついています。で、串焼き用のスティックがこちら14本あります。こちらはプレート、焼き網、焼き串、グリルパン、4つの焼きで料理の、ね、幅が無限に広がるというアイテムになっています。で、この扉は外せるようになっているので、お手入れもとても楽にすることができます。で、こちらがタイマーになっていて、1分単位で微調整ができます。最長で30分までタイマーをセットすることが可能です。もちろんつまみを連続に合わせれば時間制限なしで使うことが可能です。で、こっちはモードですね。プレート、串焼き、オーブンと選べるようになっています。で、本体の裏側には滑り止めがついています。デザインがね、とってもおしゃれです。早速使っていきたいと思います。いろいろな料理に活躍するのですが、一番いいなと思ったのが焼き鳥を焼くのにすごい便利です。串焼き用スティックは上下の差し込み口に7本ずつセットできて、最大で14本同時に調理することができます。串焼きモードの時は全て串焼き用スティックが自動で回転するため、チェックするのは焼き具合だけでとても簡単です。一回使ったらね、結構汚くなっちゃったので手入れ大変かなと思ったんですけど、下のトレイも取れるし、こうガラス扉も取れるので、すごいね拭きやすいですね。で、扉とねトレイは丸洗い可能です。この通りね綺麗になりました。これから大活躍させたいと思います。最後までご視聴ありがとうございます。また次の動画で会いましょう。バイバーイ。